えー、社会人サークルル開催ししてる、えー、おしゃれグルメでです。す、えー、今日は1日はね、ね。暑かったです、ね、もう暑くてなんか真夏が来たような感じですけど実はこれは、えー、まやかしで明日からまた梅雨空がしばらく続くそうですよ、えー、まああんまり暑いのもあれですけどねまあ梅雨で、まあ、じめじめはっきりしない天気もね気持ち的にもすっきりしませんけどもねまあできればお互い こんな、えー、すっきりした気持ちでね明日からも頑張っていきましょう、えー、ょ今回の紹介は一応先ほど、えー、タイ料理をご紹介しましたけども、えー、やっぱり暑い時は暑いものを紹介するのがいいかなと思って今日は暑いもの特集でします、えー、今回は一応レバノン料理ってことね、えー、ちょっとサウジアラビアのちょっと上のところで、ね、まあ比較的暑いところの国,国の料理で、えー、レバノン料理 ここ新宿にあるんですけどもシンドバッドという、えー、レバノン料理の店を、えー、今回、えー、ご案内します、まあ、この時はあのベリーダンスもあって一緒に踊ったりもしましたけども、えー、これはあの、えー、レバノンって美しい地中海と壮大な遺跡,遺跡や、えー、世界自然遺産の国で,国です、えー、ジュピター神殿やバッカ神殿があって、えー、素晴らしい歴史のある街です でレバノンは首都がベイルートで、えー、シリアとイスラエルの間にある国,国です、えー、その下はヨルダンやサウジアラビアがあって、えー、大きさはあの岐阜県と日本でいう岐阜県と同じぐらいの大きさらしいですですから日本から比べると相当ね小さな国ですでレバノン料理の特徴はここにもありますようにね、えー 豆や野菜を使ったヘルシー料理を、えー、ピザパンというあのパンがあるんですけどそこに挟んで食べるのが一応主流ですそれプラス、えー、カバブや、えー、串焼きがあるんですけど、まあ、トルコ料理でもよくありますけども、えー、その、えー、串焼きも、えー、レバノン料理の特徴です、えー、ぜひあの場所はあの、えー、新宿の、えー、西新宿の えー、アイランドタワーの近い区間にありますので、えー、今までは2回やって2回とも大好評でしたお店も綺麗で、えー、食事してその途中から、えー、ベリーダンスショーを,を楽しめます、えー、やっぱりね、えー、なんかショーがあると、えー、何でも楽しくなりますよね、えー、食事もやっぱりショーで盛り上がりましたので、えー、40代50代のあなた このレバノン料理ぜひ行ってみたいと希望する方は3度目リクエストが多いほどこの夏から秋にかけて開催したいと思いますのでぜひおしゃれグルメ会とアクセスしていただいてぜひレバノン料理に行きたいとシンドバットに行きたいとリクエストしてくださいリクエストが多ければ早めに開催します40代50代のあなたぜひ えー、この夏から秋を一緒に楽しみませんか、よろしくお願いします。ぜひお待ちしております。